二十代はいいのよ。嫌なことがあっても寝て起きたら顔ツルツルしてるんだから。問題は三十過ぎてからよね。私が見つけたのは、SK2、うん。ずっと使ってるんだから。今この肌だったら、悪くないと思わないピテラが作る限りななきクリアな素肌を離さない。